とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー攻略、今日が最後ですね。26回から30回、行きます。前回の動画の続きとなりまして、前回の動画で、ビーネストアーマー、ゲットしてます。エンチャントをつけていきましょう。クールダウン3、そして、ポーションバリア3です。そしてね、ビーストバースト。これを入れてください。ビーストバースト。マジで重要です。うん。これを使うと、ポーションバリア使った時に、ポーション使った時に、ゴーレムが爆発するのよ。で、2万のダメージを与えて、大概の敵をワンパンで倒すことができるので、緊急回避に使えます。はい。入れるようにしてください。では、26回。いきますね。ここは、結構、敵が多めなんだけども、まあまあまあ、いつも通り、愛のメダルと、ドラ、そしてゴーレムのタンク、これでやっていけると思います。まずここでね、雲が2回出るので、雲を、まずは倒しておいた方がいいです。先の方に、レイスがいるんで、雲の巣にかかってレイスっていうコンボが、痛いので、まずは雲を倒すようにした方がいいと思いますよ。はい。よし、じゃあ行くぞ。 OK。 こっからね、初めて、まあここでしか出てこないんだけどね、ネクロマンサーが出てきます。結構嫌な敵なんだけども、ここは全ての力を存分に使って戦っていってください。ポーションバリアとか、ゴーレム、あとはドラだね。うん、まあ、全部をねしっかりと使っていけば全然余裕でいけると思いますので、いってください。まあ、注意すべきはここはね、雲だね。雲の糸が本当うっとうしいんで、雲の糸だけは注意してください。レイスにもう本当にワンパンでやられてしまうんで注意です。 OK、 いけるかお前たち。あ、これちょっと、あ、俺クモの巣に引っかかった。大丈夫。 OK、 ゴーレムとハチがいい感じです。さっきね入手したビーネストアーマー、あれのハチがねうまいこと立ち回ってくれましたね。では次、ここの報酬はいりません。エンチャントポイントをもらってください。で、爆発をさらにパワーアップさせていきます。いくよー。で、ここも同じくだね。うん、こっからはもうずっと一緒。愛のメダルが超重要になってくるんで、愛のメダルでガシガシいって、で、それで危なくなったらポーションバリアという、そういうコンボで、大丈夫です。ラビジャーが最初出てくるんで、あいつをもう全力で潰すようにしてください。じゃないと場外に出されてダメージを思いっきり食らっちゃうので、よし、いけるか。 OK、 やっぱり弱体化の効果っていうのが素晴らしい。やばい、あぶね、あまり前に出すぎ、ああ、ちょっと待って、ゴーレムが落ちちゃった。ゴーレム落ちちゃったな。 OK、 はい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 。まあ、全然ね後ろの方に戻ると敵も来ないので、そこで回復を図って、再度スタートしても全然 OK なんでね、安全に行きましょう。安全に急いだってね、やられてしまえばダメなんで。おっしゃ、いけ。あとはここのパズルみたいな感じで攻略していくだけです。はい、し、で、あと奥の方にもう少し敵がいたかな。いけ、風使いがうっとうしい。はい、やっぱりドラは最高だな。そしてさっきと同じく、あのパズルみたいなところをねさっさとクリアしまして、28回に行きましょう。
エンチャントポイントを取ってください。装備品などはいりません。はい、あ、まだできないね、まだできない。うん、エンチャントポイントが溜まったら次はね、爆発の3を取るといいです。で、28階、ここね、エンチャンターがちょっと多めに出るので、極力エンチャンターを狙って戦っていきましょう。うん、強化されてしまうとね、本当に戦いにくくなるので、エンチャンターをとにかく狙っていく感じです。しゃあ、危ねえ。よし、エンチャンターは倒しておきましょうね。あっ、危ねえ。うん、あ、今のがね、ビーストバースト、もう一気に敵ぶっ飛ばしたでしょ。ビーストバーストはね、ほんと強いんでおすすめです。あとはもうちょっとか。じゃあ愛のメダルと、古文たちで何とでもなると思うんで、あとはいいかな。こいつを倒せば多分終わりでしょう。エンチャンターで強化されたあのね、遠距離攻撃がめちゃくちゃ痛いのよ。なんであれだけは注意してください。もうとにかくエンチャンターが出てきたら、エンチャンターはすぐ潰すようにしてください。では29階、報酬はいりません。エンチャントポイントです。はい、あ、で、さっき言ってた爆発、これを上げときましょうね。で、ここにね、金細工商人っていうのがいて、職人か、両刃斧の、これがね、パワーが若干少ないじゃない、これを上げてあげましょう。そうすると112まで上がります。黄金スキルは何がつくかは分かりません。今回は毒の雲か、微妙微妙だけども、まあないよりはマシかな。ではボスに行きましょう。ではここのボスはジャングルのやつだね。はい、雑魚敵を率先して戦うようにしない、倒すようにしないとダメージがね増えてしまうので、あとね行動も制限されるのよね。なんで雑魚をまず、叩くようにしてください。愛のメダルを使っていくっていうのも結構よっしゃおすすめです。こういうやつらは即潰しとかないとね、マジでやりにくくなるんで。よし、危ねえ。あと1体。おお、マジか、やられちゃったね。よし、まさかゴーレムがやられるとは思いもしなかったけど、まあいいや、 OK。 あとはダメージが通るようになってから、あっつね、やべ、無茶はしないようにね無茶はしないように行こう。 OKOKOK。 で、 HP が半分ぐらいだった時にね、ゴリさん出てくるんだよね。ゴリさん用にできればポーションバリアとドラを取っておいた方がいいです。まあ、クールダウンあるからね、ある程度は回復はするんだけど、もしもの時のためにまあまあご利用に一応ドラは残しておいた方がいいと思います。来た来た来た、ゴリさん来た、ゴリさん来た。ポーションバリアとセットで使っていくといい感じだね。あー、マジか、危ねえ、倒した。今のはビーストバーストです。8から爆発が起きてゴリさんをワンパンで倒したっていうやつだね。よし、終わりだ。どうだ、最後結構粘ったなお前。よし、いった、もうザコいない、いませんね。はい、ということでタワー攻略完了です。
タワーを攻略すると、報酬めちゃくちゃ美味しいです。263の装備が3つ紹介されて、自分の欲しいやつをゲットすることができます。うん、まあいいやつが出るかっていうのはわかんないけどね。でも263の、攻撃力 HP っていうのはもうとんでもないので、これはね狙っていきたいところだね。はい、ということで、5回ずつ攻略してきました。タワー攻略ですけども、今日で、ラストです。タワーがね1週間に1回中身が変わるみたいなので、毎回こういう感じで攻略していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。